倉敷に来た。倉敷だ、倉敷だから蔵がいっぱいあるの？そうです、そうだよ、もちろん。まあ、こういうなんか、面白いですね、こういう、うん、なんというか、なんか、おしゃれなお店が多そうだね。かっこいいね、倉敷いいね。なんか、おしゃれな買い物屋さんもあるよ。これ左行ったところにあります。なんか川みたいなどこにあるんだろうね。そういうことだ。今からここに行くんだ。ここ行きたい。わかるわかる、そこが一番有名なとこだから。ここ、ね、いや、ほんと倉敷だ。あ、倉敷だ。俺は俺で、ね、プライベートで回せっから。千秋やってて、うん、こういう雰囲気もさ、千秋さんも好きですね。はい、なんか日本みたいじゃん、ね、有名な、なんかああいう橋みたいな、ね、すごい大きいアヒルが、わ、でかっ。何あれ、大きいアヒルがいますね。アヒル？白鳥じゃないの？恥ずかしい。ここだ、よく見るやつ。なんかルローニケンシンみたい。あ、確かに。ルローニケンシン。ルローニケンシンみたい。なんかおぎはなんか喋ってる。でも自分で自撮り、写真よ写真。あれ？ビデオになってた。写真撮りたい。あ、これじゃん、倉敷桃子。あの、いろんなスイーツがいっぱいある。そうだね。じゃあちょっとご飯食べてからここ戻ってきます。そうですね。いいじゃん、ここ。いいですね。ここの。あっちの感じが。鯛茶漬けは？これね。うん。何食べる？お腹空いた。あ、お腹まだ空いてない。もう俺お任せだね。全然全然ありだよね、今のところね。今のところする？もうちょっとまだお腹空いてない。もうちょっと見る？あっちまでまだ川がある。ここ川降りれるよ。川？ああ、川降りるけど、まあまあ向こうには行けないよ。人力車はいいですか？いい。プラネタリ的なやつってどういう話してんだっけ、みんな。あ、なんか船とかっていいですか？船にどんどんみんな入ってくのか。船乗る？船乗ったらちょっと、船乗ろう、いいんじゃないですか。乗る？どこまで行けんの？この川のどっかじゃない。うん、来てみよう。うん、船いいじゃないですか。船乗ろう。映えね。あ、でも並んでる。並んでるのかな。いや、あれ団体が悩んでるだけだと思って。悩んでんの？並んでんの？悩んでんの？何分ぐらいですか？で、どっちの方に？16時か17時か。そんな時間までいっぱいなんですね。ありがとうございます。もういっぱいなんだって、夕方まで。わかりました。ありがとうございます。いっぱいなんだ。いっぱいなんだよ。こっちとかにもいっぱいあるんだよ。行ってみよう、行くと、こっちも。かまぼことかも有名なのかな？人が意外といっぱいいる。なんだ？かまぼこだ。そういうね。何あれ、ミッピー。え？ミッピーのパン。ミッピーのパンじゃん。じゃ、今度こっちスヌーピーだよ。キャラすごいな。すごいね。乱立してんね。こっちタイガーマスク。違うでしょ、あれ。ただのキャラです。あ、こういう興味あるよ。美味しそうね。エスプレッソとコーヒーだ。こういうのほら経験だから全部。だってぶらり旅でこういうのどんどん入ってくるよ、うん、このためにどうでしょ。じゃあ私パスパニッシュラテにしよう。おお、何が違うんですか、スパニッシュって。コンデンスミルク。あ、コンデンスミルク。あ、なるほど。アイスアイスパニッシュラテ。はい、はい、これアイスキャメラルラテ。キャメラル、キャメラル、キャラメルのアイス。はい、はい、
以上でいいですか。以上で、はい。お会計はどうしますか。お一緒でいいですか。一緒で大丈夫です。はい、1000円。ありがとう。はい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 。おしゃれな街になったね。おいしい、おいしい、甘い。おいしい。甘くておいしい。キャラメルラテがおいしい。コンデンスミルク入れるとおいしいんだ。あ、じゃあすごい甘い感じなの。ですか。これでも甘いけど、エスプレッソの濃いのがあってちょうどいい。スパニッシュ、これは普通のキャラメル。え？すごいうまい。やった。いきまーす。うん。最後に。よくわからないけど、なんかごまだれ、これ何？じゃあ、最初ちょっと一口だけちょっと、うん、あのプロの、プロのあのあれをいただきましょう。いただきます。うん、しか言わないじゃん。うん、だけいいですか。うまい、うまい、うまい。いただきます。これはちょっと他にはない味だ。うん、ね、おいしい。すごいよね。うん、パイが柔らかくて忖度ないですね、これね。うん、マジでうまい。パイが柔らかくて何があるかね。パイ硬いタイなんて食べたことないわ。タイが柔らかくて、うるせえな。柔らかくてタイなんてやらないんだ、普通。味も染みてて美味しい。味染みてるね。これさ、お茶かけたくないほど美味しくない？うん。嫌だよね、チャージケースもね。こうなったら。じゃあかけなくてもいいぐらい。そう。ちょっとかけてみてよ。ちょっとこう、仕上がって。どうですか、お茶を入れると変わりますか？うん、味が変わって、味変になって、さっぱりして美味しい。いくよ、熱いね。疲れたね。熱くない？やばすね、こんな夏のあったら。あっ、五十嵐由美子、五十嵐由美子先生の美術館だ。知らない、知らないっていうか何。五十嵐由美子先生のキャンディキャンディの五十嵐由美子先生。そうなの。それは何なの。これ知ってるでしょ、この絵は。この絵は知ってるでしょ。千秋さん、いや、わかんない。大好き、五十嵐由美子先生大好き。ちっちゃい時から少女漫画の一ポップ、トップオブトップ。トップオブトップなの。うん、知らないわ、基本。絶対名古とか知ってる。まあ、あ、すごい。あ、男が着るんだこれ。うん、欲しい。お姫様対決1500円、着用券。可愛い。宝塚みたいな感じだな。可愛い。わわわ、すげえ、買う買う買う。可愛い。すげえすげえすげえ、そんなレンズ。ちゃんとこれ買います。すげえ。買うと思う。かわいい。そんなになの。でもめっちゃいっぱいになっちゃうかな。買ってどうすんの。まあでも安いですね、1枚130円。ちょっと怖いんだけど、あ、今買ってもらっていいですか。いや、五十嵐由美子先生は、五十嵐由美子先生は、はい、あのキャンディーキャンディーの、うん、1970年代にキャンディーキャンディーの、あの作画の先生なんですけど、この日本の少女漫画の一番影響を与えたと言われている。あ、金字塔だよね。そうです。もう俺らより上の世代じゃないの。そう、ちょっと上の世代で、ね、で、仲良しで、雑誌の仲良しで連載してたんですけど、テレビアニメにもなって、この少女漫画のもう日本の一番最初の元祖なんですけど。へ、だけどここからはあれなんですけど、キャンディーキャンディー裁判って言って、キャンディーキャンディーのが大ヒットしたために、原作者とあの絵を描く五十嵐由美子先生が2人いたんですけど、そこでいろいろあって今絶版なんですね。トップオブトップの漫画なのに今もう売ってないんですよ。だから今全巻1から9巻までが全巻なんですけど、1万円以下で買えない。もう
再販しないから。千秋さんが持ってるんですか？持ってます。まあ、いろんな原因があるんですけど、とにかくそれがクリアになってキャンディキャンディをもう一回世の中に出したいっていうファンの人はいっぱいいるんですけど、もうそれはね、最終的にはね、いろんな裁判があって、もう二度とキャンディキャンディが世の中に出てこないんですっていう状況なの。これはどこまで使えるかは分かんない、ガチのやつだから。そう、キャンディキャンディ裁判でググってもらいたいです。でもあのポストカードの選ぶ速さって本当に好きなんだなって分かる。どこにあったそれ、俺も買おう。今これこれ、あ、これごめん、もう今でもなんか娘にキャンディキャンディ好きな娘って可愛い感じするじゃん。なんか知ってるなって感じしない？うん、出版社だってこれドル箱キャラって分かってて、うん、もうサジを投げてるぐらいどうにもならないことだから、ファンにとっても本当にどうにもならないことだから、みんなあの復活してほしいけど、そのためには先生たちの迷惑かかるみたいのであんまり言えなくて。すごくない？ここちょっと何？こあの戦利品を見せてもらっていいですか？これなんか、もう皆さん全く知らないのに買っちゃったよ、こんなに熱くなってさ。すいません、熱くなっちゃって。私の知識で言っちゃったので、本当の詳しくは概要欄とかで、あの皆さんキャンディキャンディ裁判でググると分かると思うんですけど、もう何十年も経っちゃってるから解決して出版してほしい。だけどもう解決しない、ほぼしないってことになっちゃう、裁判も終わっちゃってるから。だからあのファンの方だけで、有志のファンの方が署名したり、なんかこうずっとツイッターとかでやったりはしてる。復活しますようにって。だからそういうのはリツイートしたりして、ファンとしての思いなのね。そう、ね、そう、五十嵐由美子先生がいたからので、ああいう目が大きいキラキラのやつができたの。今のこのにアニメブーム、世界のアニメブームはこの石柄由美子さんが作ったようなもんだね。五十嵐由美子先生いいの見つけたじゃん、石柄由美子。ねえ、五十嵐由美子先生、五十嵐由美子先生どうする？いや、カフェ行きましょう。カフェ行ってみようか。2個目の2つ目のいちごです。おかわりです。これね、いちごが美味しいから、やっぱこれも食べた。うまっ。美味しいですか？甘くない、全く。最近やっぱこれ流行って、甘くないソフトクリーム、うん、美味しい。アイスストレートクリーム、はい。